皆さん、こんにちは。ST マイクロエレクトロニクスの木村です。このセッションでは、組み込み機器の革新に貢献する、ST の汎用32ビットマイコン、マイクロプロセッサである、STM32 ファミリーをベースとした、組み込み AI ソリューションについて解説します。組み込み AI というワードを聞き慣れない方もいらっしゃるかと思いますが、 組み込み AI は従来クラウドや PC で運用されてきた AI をマイコンやプロセッサといったエンドデバイス側へ組み込むという技術です。Edge AI が注目される中、組み込み AI によりさらに独立し、電力とコストを下げることのできる組み込みシステムが普及していくことが予想されています。今回は 組み込み AI がどのように機器を進化させるのかの具体的なユースケースや、組み込み AI に使用できるマイコンの種類、また ST が提供する組み込み AI 向けの開発環境について説明します。まずは産業機器から民生機器まで、組み込み AI で進化する機器の具体例を紹介します。 予知保全はエッジ AI で近年注目されているキーワードです。製品やサービスの品質向上およびメンテナンスコストの低減に貢献します。身の回りの様々な機器に搭載されているマイコンにはセンサーやモーターなどが接続されており、これらの信号を用いて機器の異常状態の予兆を検出したり、故障状態の分類、 故障や製品寿命の予測などの機能を実現することができます。さらに最新の技術ではマイコンのような低コストデバイスでもオンデバイスの追加学習をさせることができるため個体差や設置環境差を吸収することが可能です。物体検出や認識といったビジョン系 AI は今日では一般化していますが もちろんマイコンでも実現することができます。マイコンを使用することにより、従来では難しかった低コスト化や低消費電力化、小型化が可能になるため、ブレイクスルーになり得る製品の開発に貢献します。既存のセンサーの用途を拡大することもできます。今までは、 値としてしか活用できていなかったセンサ出力を AI で活用することにより状況を正確に把握したりより低コストなセンサに置き換えるなどの応用も考えられますこのように様々な機器の進化への貢献が期待される組み込み AI ですが汎用マイコンの市場シェアナンバーワンの STM32 マイコンファミリー向けには 充実したソリューションが提供されています。ところで、機械学習ベースの AI は何が従来よりも優れているのでしょうか従来のアルゴリズムは大半が経験に基づくルールベースの実装となっており、膨大な研究開発を通して得た知識をもとに、手続き的なアルゴリズムを作成していく必要がありました。さらに、 環境の変化があると、それに伴ってコードやアルゴリズムを修正していかなければなりませんでした。それに対し、機械学習は入力データとそれに対して必要とされる出力結果さえ用意すれば、それを使用して学習をさせることで、特定の問題を解くアルゴリズムとしての機械学習モデルを生成することができます。環境の変化に対しても、 新たなデータを使って再学習することで即座に対応することができます。このように従来解けなかった問題や頻繁に変化する環境への対応、開発期間の短縮などの課題がある場合、従来のルールベースの実装よりも大幅な改善が見込まれます。また、 クラウドで運用している AI を活用した IoT システムに対しても改善が期待されています。クラウド上の AI のみを活用する場合、クラウドにデータを集める必要があります。各端末からは取得したセンサーデータがそのまま送付されます。これに対し、組み込み AI を活用し、 AI 処理を適材適所で分散させることにより、応答性の向上、センサのデータがネットワーク上に上がらないことによるプライバシーやセキュリティの改善、アップロードされるデータ量の大幅削減による消費電力やバンド幅の削減が可能になります。マイコンシステムはリアルタイム性能に優れているため、 レイテンシは最小限に抑えられますし、スタンドアローンで動作することにより、信頼性も向上します。クラウド接続が不要になることによるセキュリティとプライバシーのリスク低減、通信量削減による端末の消費電力削減、マイコン端末で従来実現できなかった機能によるユーザー体験の向上など、組み込み AI はシステムの改善に、 また従来組み込み機器に搭載されているセンサーのデータは単なるセンサーのデータとして扱われていたのに対して組み込み AI により意味のあるデータになり高付加価値のサービスとして活用することができるようになります。組み込み AI によりさまざまなセンサーの価値が 一段上上に引き上げられるる可能性があるのですこのような組み込み AI ですが ST の提供する STM32 マイコン向けには2種類の開発ツールが提供されています一つ目は主にディープラーニングを活用するケース向けの STM32CubeAI です学習済みニューラルネットワークは ほとんどの場合、Python 言語で記述されており、そのままではマイコンで実行することはできません。これを STM32 マイコン用の C 言語コードに変換するのが STM32CubeAI です。もう一つは NanoEdge AI Studio です。こちらは学習済みの AI モデルを用意する必要はなく、ユーザーのデータセットから マイコン向けの機械学習コードを自動生成できるという開発ツールです。これらの開発環境は、STM32 ポートフォリオの全製品を網羅しています。8ビットマイコンの置き換えにも最適なエントリーレベルの STM32C0 シリーズはもちろん、超低消費電力マイコンから、 ハイパフォーマンスマイコンまで対応しており、ハードウェアに依存することなく AI を実装することが可能です。組み込み AI と相性の良い,い無線通信機能のついたワイヤレスマイコンとも組み合わせることが可能で、使いたいマイコンを縛ることなく AI 機能をアドオンすることができます。さらに、 従来のマイコンアプリケーションの枠にとらわれないブレイクスルーになり得る新製品も開発中です。こちらの STM32N6 マイコンは ST 独自のニューラルプロセッシングユニットを搭載しており、マイコンレベルの電力効率、コスト感でありながら、プロセッサーに匹敵する AI の推論処理能力を持ち合わせています。 これまでプロセッサや FPGA もしくは PC を使わなければ処理できなかった画像処理系のビジョン AI などもマイコンで実行できるようになり低消費電力低コスト小型の AI 機器を開発できるようになりますここからは ST が提供する組み込み AI 向けの開発環境を紹介します まずは STM32CubeAI です。STM32CubeAI は STM32 マイコンにニューラルネットワークを実装するための開発ツールです。ニューラルネットワークは通常マイコンに直接実装できない Python 言語で記述されているため、これを STM32 マイコン用の C 言語コードに変換するのが STM32CubeAI です。ニューラルネットワークの開発は、すでに世界中で広く使用されている Keras や TensorFlowLite、PyTorch といったオープンソースのディープラーニングフレームワークや、機械学習のフレームワークが多数提供されているため、それらを用いることができます。これをフレームワーク非依存の状態にし、 純粋な推論用ニューラルネットワークとしてマイコン用ランタイムで実行できる形式に変換します。この STM32CubeAI を使用した時の組み込み AI 開発フローを説明します。まず、学習に使用するデータを準備します。この際のデータ取得は ST が提供している データ取得用のサンプルアプリケーションプログラムである FPSNS データログ1を活用することもできます。取得したデータを学習に使用できる形式に処理した後はモデルの開発です。モデルの選択と学習、テストはオープンソースのフレームワークを使用します。そして学習済みの AI モデルは Python 言語のため、これをマイコン用ライブラリにするステージで、組み込み AI ツールキットとして、STM32CubeAI を使用します。STM32CubeAI で生成された組み込み AI ライブラリは、STM32 マイコン用プログラムに組み込むことで、マイコン上で AI モデルの推論を実行することができるようになります。 また、STM32CubeAI は、ただ学習済みニューラルネットワークを変換するだけでなく、メモリリソースや処理性能に限りのあるマイコンシステム環境で実行するために、モデルを最適化する各種機能が搭載されています。まず、入力された学習済みニューラルネットワークをマイコン上で実行するための自動最適化が実行されます。 これにより、メモリ使用量、計算量が調整されます。量子化モデルにも対応しています。画像などを入力するニューラルネットワーク処理では、データを3 2ビットから8ビットに量子化して処理をしても、精度の劣化が少ないことが知られています。一方、計算量やメモリ使用量は、8ビットデータになると大幅に削減することができるため、 量子化技術はマイコン向けの組み込み AI には最適です。この量子化されたモデルを C 言語に変換することが STM32CubeAI では可能になっています。さらにマイコンシステムのメモリ領域においてニューラルネットワークの各レイヤーごとにどのアドレスに割り当てるかもツール上の GUI で細かく設定することができます。 変換するニューラルネットワークによってはマイコン内部メモリに収まりきらないケースもありますが外部メモリ領域も含めて微調整することが可能になっていますマイコンシステムへ実装後に追加学習されたニューラルネットワークへモデル更新をするケースにも対応しておりマイコンシステム上のニューラルネットワーク部分のみのファームウェアアップデートをすることができます STM32CubeAI は現在 PC 上で使用するデスクトップツール及びオンラインツールとして提供されています。デスクトップツールでは STM32 マイコン向けの初期化コード自動生成ツールである STM32CubeMX 上に XcubeAI という拡張パッケージをインストールしてくることで使用可能なアドオン機能としてお使いいただけるようになっていますまた実運用においてはコマンドラインインターフェースでもお使いいただけます一方オンラインツール STM32CubeAI デベロッパークラウドでは Web ブ,ブラウザベースでデスクトップツールと同じ機能が使えるほか REST API で使用することもできますさらにオンラインツールならではの機能が2つあります1つ目は ST モデル図です学習済みニューラルネットワークを準備されていない場合でも ST が用意しているマイコンシステム向けの学習済みのサンプルニューラルネットワークを GitHub からホストする形で提供しており STM32CubeAI デベロッパークラウド上で直接選択してインポートすることができるようになっています。これにより学習済みニューラルネットワークを用意せずとも使用感や性能を事前に調査することが可能です。二つ目のオンライン機能はベンチマークボードファームです。これを使用すると 実際に手元にマイコンボードの実機を用意しなくてもツールを介して ARM c o r t e x M7、M33、M4 などの CPU コア別であったりマイコンシリーズ別の複数のボードに実際に変換した後のニューラルネットワークモデルを実装した際の実行時間を確認することができますマイコンを選択する前に この機能で使用するマイコンの当たりをつけてからマイコンボードを手配することができるため選定するための余計なコースを削減することができます次に機械学習ライブラリ開発ツールである NanoEdgeAI Studio を紹介します NanoEdgeAI Studio では 学習済みの AI モデルを事前に用意する必要はなく、データ取得からマイコン用機械学習ライブラリの生成までワンストップで実施することができます。生成されるライブラリは、はじめから STM32 マイコンに最適化された超軽量な機械学習ライブラリで、ライブラリ実行時に使用するメモリサイズも 1KB から数十 KB の範囲で指定して生成することができます。機械学習ライブラリはユーザー側で事前に選択する必要はなくツール上のベンチマーク機能により入力されたデータセットに最適な前処理と機械学習モデルの組み合わせが数百万通りから自動的に順位付けされます。一般的な AI 開発では モデル選択、学習、モデルの性能評価を繰り返すことによって最適な AI モデルを見つけ出しますが、Nano Edge AI Studio ではその手間が不要になるため、開発期間を大幅に短縮することが可能になります。また、ツールは無料で常に最新版を使用することができるため、常に業界の最高品質、 最高性能の AI モデルを使用することができ AI の専門技術動向を追う必要はなくなります NanoHAI を使った組み込み AI の開発スローはデータ取得からモデルのライブラリ生成まですべて NanoHAI スタジオで網羅しており非常に簡略化されたプロセスの中で AI の専門知識がなくても簡単に組み込み AI が開発できるように最適化されています。現在、最新版の Nano Edge AI Studio で対応できる技術課題は4つです。1つ目がマイコン上で正常データを動的に追加学習させることのできる異常検出。2つ目は 学習させた信号パターンから外れる事象を検出できる1クラス分類。3つ目は任意のクラス数に状態であったり振る舞い、挙動を分類することができる n クラス分類。4つ目は数学的なモデリングに基づく回帰予測ができる外装です。これらに加えて、 データ取得をするためのデータロガー機能など各種機能が搭載されており、組み込み AI の開発をトータルで簡略化できるツールとなっています。異常検出ライブラリを例に挙げて、開発から運用までのイメージを説明します。まず、学習データとして正常信号と 異常信号を、例えば CSV であったり、テキストといったデータファイル、もしくはデータロガーを用意し、NanoHAI Studio に入力します。ベンチマークを実行すると、入力されたデータセットに最適な前処理と機械学習モデルの組み合わせが数百万通りから自動的に順位付けされます。高精度で、 メモリ使用量を抑えた軽量の機械学習ライブラリを選択し、それを出力することでマイコンに実装可能な形式のライブラリファイルができます。このライブラリをマイコン上に実装することで運用ができます。運用に関しても推論に加えて追加学習が可能なため、同じライブラリでも搭載する装置上で 正常状態を追加学習することで各装置の個体差であったり設置環境差を吸収することができより装置や環境ごとに最適なパラメータに調整された推論を実行することができますこのライブラリを使用すると例えば NanoHAI Studio 上で生成した同じライブラリを 異なるポンプに実装した際にポンプごとに最適化された異常検出を実行する運用が可能になります出力される機械学習ライブラリは透明性が高くこのようにライブラリの精度や使用メモリサイズと含まれる前処理および機械学習アルゴリズムが可視化されます どのような処理が行われているのかの説明も可能なソリューションとなっています。最後に紹介した内容をまとめます。今回は組み込み AI がどのように機器を進化させるのかの具体的なユースケースとして予知保全、物体検出及び認識、 センサー用途の拡大を紹介しました。これらのユースケースを含む様々な応用が期待される組み込み AI には、市場シェアナンバーワンの汎用32ビットマイコン、STM32 ファミリーのべての製品がお使いいただけます。そして、STM32CubeAI と NanoEdgeAI という2つの組み込み AI 向け開発環境により、 ディープラーニングから専門知識がなくても簡単に使える機械学習ツールまでコンプリートソリューションを提供しています。本セッションは以上となります。いかがでしたでしょうかぜひアンケートに回答をお願いします。さらに詳しい情報は ST のウェブサイトをご覧いただくか、ST もしくは販売代理店へお問い合わせください。ご清聴ありがとうございました。